さあペナント実況やっていきましょう。今回はオフシーズンやっていきたいと思います。さあこのオフも大胆に、改革を進めていきましょう。ということでまずは契約更改からですね。誰か引退してる選手で強いコーチいないかなと。いなさそうですね。はい、行きましょう。さあ引退もなしか。じゃあまあ全員トレード候補に回すということにしましょう。さあということでこのオフもしっかりトレード等やっていくんですが、このオフは結構ですね強い選手っていうのも取ろうと思ってます。現役で強い選手ですね。ということで上林選手も来年使うところがなかったので、まあコーチとしてまだ強くなるかもしれませんので、もう41歳なんですけどね、ちょっと他球団に出したいなと思います。さあ去年ドラ1で行こうかなと思っていたこの高校生浜村、ソフトバンクから取りましたと。この選手強いですね。いいですね。まだまだトレードもやっていきたいと思ってます。キャッチャーがね意外とね、もう次期キャッチャーがいないかなということで、まあ、富岡いるんですけど、速攻までめっちゃ強いってわけじゃないんで、キャッチャー取りに行きます。そしてまだまだトレード行きましょう。続いてちょっと阪神と大型トレードを決めたいなと思います。で、中山礼都くん、阪神ですね。今400超えてるんですが、限界突破してましたね。ただもうこれ以上育たなさそうだったんで、まあ、取ってもいいけど、無理に取るほどではないかなっていう。まあでもね、取ってもいいんですけどね。まあでも無理に取るほどではないかなっていう。まあ2番たまに使えるけど、まあこれより強いショートうちにいるよなっていうところではありますね。はい。ということで、阪神まず角という投手。なんか特殊能力上がりやすいとかそういう良さもありましたと。で、うちから出した二人になるんですが、幼いが限界突破してましたね。いい守備固めになりますね、これ取ったら。幼い。で、あと、熊谷もね、能力覚醒とかあって強くなってたんで、ん?これじゃない。熊谷。二人いるのか。あれ、なんか強い熊谷だった気がしなくもないんだけど、違うか、それはまた他球団か。熊谷というじゃあセカンド、これは将来的に育つそうというところなんでしょうね。取りましょう。で阪神なんであんま強い選手を挙げたくないと。水上もうあとちょっと育たなくなったよっていう若手ですね。であと直井、であと投手、瀬沼ももう全く育たないと。これでいきましょうか。もうちょっと微妙なトレードなんで、まあ1億ぐらい2億ぐらい出してあげましょうよ。さあドラフトいきましょう。ドラフト結構悩んでるんですよね。高校ナンバーワン投手育成丸でもいいしな。高校ナンバーワンとかって結局強いんですよね。おー、なるほど。ここはめちゃくちゃ競合するだろうな。ここ行ってもいいし、なんか新たに一人出てますね。そこ行ってもいいし、あえてそれを避けるっていうのもまた選択肢。まるまるパワー型、パワー型か。でもまるまるなんだよな。ここも気になってる。うわパワー型か。それがミート型だったら絶対いったな。あえて全部下げて大学ナンバーワン投手にしよう。多分ねこれがいっちゃん強い気がする、今までの経験上。そして被らないんじゃないかな。被ってるじゃないか。頼む、2分の1だから引かしてくれ。オーマイ神様。いや結局かぶったか。じゃあ高校ナンバーワンかな。そうなると今そこはもう行かれてる。いやパワー型の社会人丸々行ってもいい。あ行かれたか。
あ、三角丸、まあもういいや、高校ナンバーワン投手で。で、欲しいの残ってたら取ろうかな。あ、黒田取ってもいいかもしれないですね。まあもうあと黒田だけかな、気になるの。この二人で終わろう。まあ来年取れるんでね、ドラフトは合ってないようなもんです。ということで、あんまり取りすぎない。外国人選手見つからないとか、リアリーキャッチャー2億見つからないとか死活問題なんだが、死活問題なんだが困るんだが、やっていきましょう。ということで、まず取ったのが、お、やっぱ高校ナンバーワン投手取って正解だな。あー、これ微妙だったな。まあ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 、こっちもう素晴らしいと。やっぱり正解だったなということで、OK。これ微妙っすけどね。さあ、特殊能力が伸びやすい、ナイス。それはマジで強いやつ。で、阪神から、あれ、こいつそんな強くないぞ。あれ、何を僕は考えてたんだ。熊谷に阪神からこんな選手取る予定だったっけ。なんかおかしいぞ、こんな。ああ、基本能力伸びやすいか、なるほど、そこにかけようと思ったんだ。ひたすら基本能力を伸ばしてみようと思ったんだ、これで。そうだそうだ。で、押さない、ほら、押さない、ほら。これで阿部飛取っといて、まあ阿部飛ともう存在感コーチで取って、で守備固めとして、あ、粘り打ちも取れますね。で、あとひたすら守備を上げればいいんですよ。ということで、いい守備固めができたんで、グレンジャーとキャラが被るんで、はい、グレンジャーも能力落ち始めてますし、まあグレンジャーも放出してもいいのかもしれないですね、こうなると。まあまだ出さなくていいけどな、枠が空いてるんで。ちゃんと、という感じかな。でね、あとね、トレードしたいのもね、そんなにもういないんだよな。DeNA、梶川、あと3人しかいないんだな。実はもう、あ、浜村出しちゃいかん、もろもろもろ。まあでも一枠開けとこうかな。じゃあ DeNA さんにもう一人選手をあげようじゃないか。小芝ショートけど結構強いんだよな、出したくないけど仕方ない、枠を開けないといけないんで。で、梶川っていう選手がこれで限界突破してる、万世っていうね。この400超えとかを取るっていうのはちょっと珍しいですね。まあ、小芝あげたから許してくれ。うん、まあでもそんなにはもう育たないかもしれないですけど、はい。ちょっとパワーマックスとミートをあげたいね。で、あとはもうコーチであげればいいかなという感じかな。 CC パワーマックスいったら、まあそこそこにはなるかなと。本当は弾道変えたいんだけどね、それ時間かかると思うから。いや、これは時間かかりすぎるな。ん、中弾道にしないと高弾道に次できないのかな、ちょっと不明ですが。
で、ちょっと僕がメモしてる字が汚すぎて読めないんですけど、カープから、マジで字が汚すぎて、この字に似てる漢字を探すしかないな。ちょっと待ってくださいね。自分でメモした字も読み取れないぐらい汚い字でなんか書いてある。多分、田んぼの田っぽい文字が見えるんですけどね。姿、これだ。これが強いらしいです。どうやら。はい。自分の字も読めない。識字能力がない。やっていきましょう。まあ、こちらもまあまあ強い選手を出すんで。ウィンウィンなトレードと言わしてもらいたいですけどね。バンバ取ってもいいんですよね、正直。もう一回バンバ取ろう。いい、まあいいや、そんなに欲しいわけじゃなかったんで、あれで取れるならって感じですね。ちょっと助っ人外国人選手見つけてもろてええかな。投手見つかんないのかな、もう。お、めちゃくちゃ強いやん。俊足攻守だから、ただもちろんもう守備がちょっとね上がんないかな、あの打撃は上がんないかなっていうところではあるんですけど、まあその辺も特能でカバーして。え、これ1年目か。1年目で能力覚醒してこんな強いのか。なるほど。あ、これとんでもなく強くなるかもしれない。守備ダイソーとしては100点の選手になるかもしれないですね。で、ラストトレード、トタニという投手と。こっちから出すのが岸川という外野手。なるほど、もう投手見つかんないんだな。限界突破してるんですね。これは強いわ。これは強いよ。まあ一枠空いてるんで、取りたい選手が来たら取ってもいいんですけど、まあそんなにですね。お、清水投手も引退になるのかな。いや、どっか拾うでしょ。お、大城選手、まさかの野球殿堂入り、素晴らしい。ということで、練習指示はもう押してきていますので、これでいきたいなと思います。高城はまだまだ育ってますね。コンティも強いっすね。コンティマジでそろそろ使いたいんですけどね。外国人枠の問題やね。エルガーじゃなくてコンティをあげるか。エルガー、まあ、まだ育てられるから今年いっぱいはエルガーにするか。いや、コンティだいぶ強いんだけどな、もう。まあちょっとここのオーダーはね、また考えておきたいなとは思っています。フリースもいるからな。
フリース、コンティを早く上げたいんですけどね。外国人枠、投手の方がもうそろそろ外国人枠じゃなくなんないかな。何年かかるんだこれ。フェイクスとかフェイカーとかそろそろ出場枠外国人じゃなくなんないかな。もうあと1年とかなのかな。この2人がね、外国人枠じゃなくなったらいいんですけどね。フェイクスはもうただ能力落ち始める時期になっちゃったな。逆にピッチャーが育ってフェイクス、ベイカー以上が来てくれればっていう話なのかもしんないですけどね。杉原はだいぶ育ってる。まあ投手陣はだから去年と同じような感じかな。ちょっとただ今年戸郷投手一回先発に回したい気持ちがありまして、というのがですね、全員スタミナ限界、ちょっと中継ぎが弱いから。よし、250勝いくんですよね。トップシードつく可能性があるんで、まあもう能力落ち始めるそろそろ時期なので、それまでにちょっとあと9勝はしっかりやってもらいたいっていうところですね。さあ、ということで次回までにデスオーダー考えておきます。ご視聴ありがとうございました。ぜひ登録・高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。